皆さん、こんにちは。いや、4月に入りまして、やっとですね、2021年度の、この1週間のスケジュールが決まりましたので、ご報告したいと思います。予備校講師の1週間っていうのが、こんな感じなんだよっていうのをね、知っていただこうと思います。まあ、こんな人いないと思うんですけど、将来的にね、予備校講師に興味があるなんていう人も、ぜひ参考にしていただければと思っております。ではまず月曜日から行ってみましょう。まあ、月曜日ね、まず午前中なんですけれども、午前中はですね、駿台の京都校に出校いたします。京都校はね、ポイントとしては駅から遠いってことなんですよ。なるべく朝一はね、ちょっとね、勘弁していただきたいと言ったところなんですけど、昔はね、車で行ってたんですが、ちょっとね、この校舎の近くでね、私ね、事故ってしまった経験がありまして、それ以来ですね、車で行くことが NG になっちゃったんですよ。だから、地下鉄に乗って、地下鉄の丸太町っていうところから、もう10分以上歩かないといけないのがね、結構厳しい校舎ではあります。ですが、今年も、駿台京都校、文系クラスをね、午前中担当いたします。で、その後ね、そのまま午後になるとね、今年からは理系の共通テスト日本史っていうのが、これが映像授業になるんですよ。で、映像授業を担当する先生が何人かいるんですが、その中でも私は、京都校と京都南校の、共通テスト日本史の映像を担当し、その収録をですね、午後から行う予定です。で、夕方ぐらいまで収録いたしまして、で、そのまま家に帰ればいいんですが、これね、同じ地区になるのは本当は良くないんですけど、これも古くから行ってる四谷学院のね、京都校で、こちらも、理系クラスの共通テスト日本史を担当します。まあ、駿台映像でね、四谷はライブでやりますので、ギリセーフだと。まあ、月曜日こんなもんで、結構早めに終わりますね。月曜はね、もう8時までには終わりますので。で、まあまあ、まずまず緩い一日ですね。さあ、では次、火曜日に入っていきましょう。火曜日はですね、これまた早起きしないといけないんですが、午前中はどこに出向するかというと、また京都校かいみたいな。はい、駿台のね、京都校また出向いたします。で、確か月曜日の方は近現代の授業をやるんですが、火曜日は前近代の授業をやる予定です。これは朝の9時からなんで、そうですね、だいたい7時半までには家を出ないと間に合わないような感じですかね。で、午後からなんですが、まあ、関東の方のね、視聴者の方は絶対知らないと思うんですけど、僕が一番古くから出向している、これ分かりますか？ KEC 近畿予備校というところがあって、私は大学院の頃からかな、20代の中頃からずっとお世話になっているところがあって、これ前方って読んじゃダメですよ。枚方って読むんですよ。まあ、この枚方の地元の予備校があって、で、そこにずっと今も出向しております。これ、高卒クラスなんですけれども、まあ、2コマ分ね、私担当させていただいておりますので、はい、今年も活かしていただきます。で、そのまま夜になりますと、まあ、また駿台です。はい、駿台の神戸校に移動いたしまして、神戸校で高3の現役クラスを担当いたします。まあ、駿台のね、こう現役クラスって意外と少人数なんですよ。はい。で、少人数で、まあ、なんて言うんでしょうか、アットホームな感じで、やると。そんなイメージを持っておいてください。これがね、6時50分から始まって、夜の9時40分まで。だから、家に帰る頃はもうね、夜の11時ぐらいになっております。こんなか火曜日、結構3階建てはね、ハードな一日なんですよ。こんな一日があるんですね。でですね、寝不足のまま、次の水曜日を迎えますが、水曜日はですね、
朝市、駿台の大阪港に出港いたします。実は私駿台も10年ぐらいやってるんですけど、大阪港初めてなんですよ。月曜日に私去年まで静岡の浜松港というところに行ってたんですが、いろいろ移動があって浜松港に行かなくなっちゃったんですよ。寂しいんですけどね。浜松港ってちょっと地方な感じするじゃないですか。でもね、生徒がめちゃくちゃ真面目で、すっごいレベルの高い校舎で、毎年東大京大バンバン出すようなところだったんですよ。でその浜松に僕5年ぐらい行ってたんですけど、ついに外れまして、月曜のその浜松の代わりにこの大阪港に入れていただきまして、これ上位クラスも担当いたしますので、大きな校舎でもありますので、ここはちょっと一発かましてやろうというような感じで、今からですね緊張感を持っております。はい、そんな感じです。午後からですね移動しまして、今度は四ツ谷の梅田港に行きます。まあ、緑地公園から大阪市内の梅田に移動するような感じなんですが、この四ツ谷の梅田港も、まあ、僕めちゃくちゃ古いです。はい、10年以上前から行ってて、ものすごいね生徒が集まる校舎なんですよ。で明らかに四ツ谷の西日本では一番の巨大校舎であって、でそこずっと担当させていただいております。でこの水曜日のクラスは総合日本史のクラスになっておりまして、私大や国公立の文系の生徒を担当することになっておりますので、もしここ来られる方はよろしくお願いいたします。さあで、梅田で夕方ぐらいまで授業をやって、この後もう1分移動するんですよね。ここもねちっちゃな予備校なのでほとんどの人知らないんですけれども、 AP マスターズっていうところで西宮北口校に出校します。で結構ね現役の生徒集めてくれていて、まあ、カンカン同立とか国公立文系を受ける生徒をターゲットにして授業をやっております。で3月からもうね授業はやってるんですよね。ここもね僕は昔北九州予備校っていうところに出校していて、で北九州予備校を辞めることになったんですよ。でその時やっぱりね結構経済的に苦しい時期だった。その時にこう助けていただいたというか、仕事をくださったところで、そういう恩もあるし、あとねやりたいことをこう自由にやらせてくれるっていう、そういう風潮なんで、ストレスなく、はい、自分のやりたいことをですね、全部やらせていただいていまして、まあ長年お世話になっているところなんですね。じゃあ後半いきましょう。木曜日に入ります。木曜日はねこの1週間の中でも比較的緩い1日です。木曜日11時頃から出港しまして、駿台の神戸港に行きます。ただこれまでの駿台と明らかに違うのは、今年から駿台の新しい試みでコーチングっていうのが始まるんですよ。コーチングってなんやねんっていうと、もう授業やらないです。で生徒がこの iPad みたいなのを持っていて、でそこでバッと問題をひたすら解くんです。50分間、それを僕らは監督するっていう、もうそれだけで、何かあったら質問に来てください、こんな感じなんですよ。でもね最近の生徒やっぱおとなしいんで、ちゃんと質問来てくれるかなと思うの、もうそこは心配なんですけど、こんなしかめ面してないので僕、はい、どんどん質問に来てほしいんですけど、あんま喋るなって言われてるんですよ。もうね予備校講師にとって50分間喋らないっていうのはかなり地獄なんですけれども、まあ新しい試みだということで、まあ、楽しみにはしております。でその後ですね、次第向けの演習授業をやります。で午前中はこんな感じで神戸校をやりまして、また移動してこの四ツ谷の梅田校です。で水曜日との違いは何かというと、こちらの木曜日の梅田校はこれも東大京大クラスです。はい、もう僕少人数の論述クラスを担当しておりまして、これも長くやらせていただいてるんですけど、もう本当にできる生徒ばっかりで、で、大体まあ受かってくれます。はい、東大京大受かってくれて、いつものCM にね、登場してもらうという、そういう流れになっておりますので、まあ自分の経験値にもなりますからね、ここはね、外せませんよね。次、金曜日に入ります。
駿台の名古屋港に出港いたします。で、名古屋港は、上と下のクラスあるんですが、両方とも、はい、どっちかが全近代でどっちかが近現代という形で、出港する予定です。で、夏期講習名古屋への出港はないんですが、結構例年の感じだと冬季とか直前期の講習、僕べったり名古屋なんで、名古屋の受験生はね、また冬季直前期たくさん顔を合わせることになると思いますので、よろしくお願いいたします。はい。で、3時20分頃まで名古屋におりまして、そこから移動して、これね、どう書こうかな、一回自宅に帰ってきます。自宅で何すんねんっていうと、ご存知だと思いますが、 STU48 の、滝野由美子さんの家庭教師を私やっておりますので、自分の家に帰ってきてオンラインで、滝野さんの家庭教師をここでやります。滝野さん の、 あの前向きな姿を見るとね、1週間の疲れが全部吹き飛ぶっていうね、さすがはアイドルですね。で、癒された後にですね、またまたこれ KEC の枚方の今度は高3現役の授業を担当いたします。はい。そんな感じで、金曜日まで来てですね、だいたい授業はこれで終わりですね。で、土曜日は、ただ呼びの撮影のために東京に向かうんですが、これきついのがね、やっぱりこの撮影のスタジオの関係で、私朝の10時から昼の1時ぐらいまでかな、1時か2時ぐらいまで撮影できるんですよ。朝10時ってなってくると、前の日これ枚方夜あるんで前日移動できないから朝一なんですよ。もう朝7時前には家出て、で新幹線乗って、東京に行きます。で、その時にもうこれ忙しすぎて全然授業の準備がね、うまくできないことも多いんですよ。だから行き品の新幹線で、あのパワーポイントで教材を思いっきり作って、間に合え間に合えって言って必死で作って、でもそのまま撮影に臨むみたいな、そんな感じですね。で、土曜日これで終わりなんですね。だからまあ2時ぐらいには終わるので、最後はやっぱり、ま、これが楽しみですよね。1週間のご褒美、東京のいろいろな歴史名所を観光する予定です。はい。あとは東京のね、国立博物館に行ったりだとか、こういう自由な時間を土曜日の午後は作ろうと思います。で、まあ、土曜の夜の新幹線で帰ってくればいいんじゃないかなっていう感じ。どうですか、結構忙しいでしょ。でもね、日曜日も実は予備校講師って意外と忙しくって、例えば私の場合だと模試の作成をやっているので、これがね、校外模試がだいたい4つぐらいですかね、校内の試験もあって、これがまあ2つぐらい、だいたいその会議が、そうですね、隔週で日曜日に入るぐらいのイメージです。毎週はないですけどね、隔週で日曜日は会議で潰れますね。あとはやっぱり予習もやらないといけないし、プリントも作らないといけないし、あとただ呼びの準備もあるし、もっと言うとただ呼びの映像のチェックもありますよね。あともう夏期講習の教材をそろそろ作り始めないといけないし、冬季の教材もある。で、まあ今年で参考書も書こうと思っておりますので、まあ、そういうのをね、やっていると、まあ夜も結構遅くまでパソコンは打たないといけません。もう休みなんてほとんどないような状態なんですよ。で、ただこれは僕のやりたいことだったので、本当にね、もう気持ちだけですよね。この仕事が楽しいっていう、そういう思いでずっと続けることはできております。ということで、今回は予備校講師の1週間のスケジュールを発表いたしました。